公共経済学においていくつかの課税の理論すなわち、租税理論がある。あらゆる層の行政機関は公的支出へ資金を供給するために様々な財源からの歳入を増やさなければならない。国富論においてアダム・スミスは以下のように書いた国の防衛や良好な政府の公共施設の維持といったことは公共の普遍的な利益となるものである。 そして、住民全体で税を負担することが合理的である。また、租税システムに関して、いくらか他のことを要求することも同じく合理的である。例えば、個々人の納税総額はそれぞれそれらの負担能力と相関関係を持たせるべきであることなど、良い税制とは4つの主要な基準に沿うものである。それら以下の4つである。収入もしくは支払い能力との釣り合いシー的でなく、 一定であること方法や時に関しての税者が支払いやすいこと管理と徴収の費用が安価であること。現代の公共財政の文献では誰が支払うべきなのか、そして誰の利益になりうるのかという二つの大きな論点が挙げられてきた。有力な学説はアーサー・セシル・ピグーが提示した王能説とエリック・リンダールが提示した王益説であった。 自発的交換理論として知られる、応益季節の最新のものがある。応益説のもとでは、納税者は自身が受ける行政機関からの利益に応じて税を納めるため、租税水準は自動的に定まる。言い換えれば、公共サービスから多く、利益を受ける個人は多く、税を支払う。ここでは、応益季節のアプローチを取る二つのモデル。 リンダールモデルと望遠モデルについて議論する。リンダールのモデルリンダールは次の3つの問題を解こうとした。リンダールモデルでは直線線 SS が国家のサービスの供給曲線であるとき、公共材の生産は線形かつ均一だと推量される。曲線 DDA は納税者 A の需要曲線、そして曲線 DDB は納税者 B の需要曲線である。 二つの需要曲線の推薦の輪は国家のサービスに対する共同体全体での需要予定となる。A と B はそれぞれの比率に沿ってそのサービスの対価を支払い、その比率は推薦長で計測することができる。長さ ON が生み出された国家のサービスの合計であるとき A は長さ NE を与え B は千分 NF を与える。また供給の費用は 長さ NG である。国家は非営利の組織なので、その供給は長さを OM まで増大する。この段階では、A は長さ MJ を与え B は長さ MR を与える。自由意思による交換に基づくと、点 P において釣り合うようになる。防炎のモデル防炎のモデルは、指摘材の機械費用が先に増大して、公共材の費用も増大するという条件のもとでは、 いつ公共財が生産されるかということを具体的に説明するため、より重要な運営上の意味を持つ。例えば、一つの公共財があって二人の納税者 A、B がいるならば、公共財へのそれぞれの需要は曲線 A と曲線 B で表され、曲線 AB は公共財の需要の合計となる。公共財の供給曲線は AB で表され、 コストの増大の条件下で財が生産されることを指し示している。公共財の生産費用は過去の指摘財の価値である。これは AAB が指摘財の需要曲線であることを意味する。費用曲線と需要曲線の交点 B によって与えられた国民所得が公共財と指摘財の間でどのように分配されるべきかが決まり、これに売れば長さを得は 公共財、長さ EX は指摘財に当たるべきである。同時に A ならびに B それぞれ税の分配は彼らの個人的な需要の予定に従って決定される。税の総合的な必要額は A の支払額に相当する領域、GCO と B の支払額に相当する領域不利用の和である。貿易説の長所は予算における歳入と歳出を直接的に関係づけられることである。 その関係は、公営事業の配当手順における市場の振る舞いに、おおむね等しくなる。適用も簡単であるが、公益説には、以下の欠点も存在する。応納説に基づいたアプローチでは、政府の歳入と歳出を分けて扱う。租税は納税者の短税力に基づくものであって、納税者の受益は納税の、見返りではない。税負担は納税者にとって、犠牲としてみなされ。 それにより、各々の納税者にとって何を犠牲とすべきか、そしてどのように負担額を図られるべきかといった問題が生じる。それに対しては次の説がある数学的には、それらの条件は次のようになる。ありがとうございます。